広斎藤あたりが本当に心配そうであります。さあジャンボ鶴田もだいぶ燃えてまいりました。もうそろそろ勝負をつけようかというふうに後楽園ホールのお客様に今右の手を挙げました。馬場さん勝負どころですね。そうですね、勝負どころですけどもね、はい、やっぱりマシンが中に入ってきませんよね。そういうこういうねジャンボを休ませてるということがねいけないですね。もうそうですか、畳みかけるのは追いかけてってね中に引きずり込むと、はい、いうような作戦でなきゃね、休ませちゃいけないですよね。休ませちゃいけない。さあどうでしょうか。まあスーパーストロングマシンに取れました。おっとここでおっとエプロンを下がりしてのバックドロップいくか、思い切って抱え上げます。スーパーストロングマシン184センチ、115キロのヘビー級の体を持ち上げますが、さあスーパーストロングマシンがおっとおっと広斎藤あたりが足を取った。広斎藤がジャンボ鶴田の足を取っている。さあラリアットだ、マシンのラリアット、広斎藤が足を取っております。広斎藤が確かに足を取っておりました。そしてさあさあパートナーの広斎藤がまた椅子を持ってスーパーストロングマシンに渡した。やはり強攻撃に出た、反則行為に出ました。上樋口レフリーにも椅子攻撃、鶴田捕まってしまいました。広斎藤、さあ天竜が来るか、パートナーの天竜が来た。ものすごい勢いで天竜が後ろから思い切って広斎藤あるいはスーパーストロングマシンに椅子攻撃、これはもう目に目をといった行為です。あジャンボ鶴田が広斎藤の巧みな足攻撃、もう完全にジャンボ鶴田のバランスを崩しておいて、そこにスーパーストロングマシンのラリアット、これはもう完全に馬場さんスーパーストロングマシンカルガリーハリケーンズの反則ですね。そうですね、ですけども ね、まあ、もう、斎藤が足をジャンボの足を掴んだのはいけませんけどもね、はい、レフリーの判定もちょっと早いんじゃないかと思うんですね。もう少しゆっくりね、同じ反則でももうちょっとしてから反則にしてもらいたかったですね。そうですか。16分48秒ジャンボ鶴田反則勝ちということになります。